はい、えー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が一日一冊本を読んでその内容をレビューをするという内容になっていますで普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについては、えー、この動画の説明欄にですね再生リストへのリンクが貼ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいまた是非、えー、コメントの方をいただけますと励みになりますのでよろしくお願いします チャンネル登録およびグッドボタンの方もぜひぜひよろしくお願いします。で今日ご紹介する本はこちらの「仮のある人、貸しのある人」というタイトルの本になります。でこの本はですね、以前255回で「他人を褒める人、けなす人」というタイトルの本をご紹介しているんですけれども、その本と同じ著者が書かれている本になります。あの説明欄にそちらのリンクは貼っておきます。で、えー、とこの本の内容としては、えー、まあ主に4つのテーマについて。 どどどどうううう生きるるるか、か、か、愛す見抜くかどう乗り越えるかとまあこの4つの、えーまあ、大テーマが設けてあってこれらのテーマについて、まあ、相手にポジティブな影響を与える人とまた相手から搾取するような人、まあ、相手から奪っていくような人といったような、えーまあ、人間関係について、えーまあ、なぜそういうポジティブな影響を与える人がいて ネガティブな影響を与える人がいるのかということを説明した内容かなという印象でした。 例えばですね、えーとまあ、書かれていたのはいつも相手のことを心理的にコントロールする人例えば、えー、まあ男性でですね給料がいい、まあ、旦那さんがその給料を盾にして奥さんをコントロールしようとしたりとかまた逆にですねその頼りない奥さんを演じることによって、まあ、旦那さんから見放されないように旦那さんを実は束縛しているような人、まあ、そういった事例であったりとかまた道を切り開く人やそれに乗っかるだけの人。 で切り開く人っていうのは、まあ、前例がないことを、えー、前向きに取り組んでいくんですけれどもそれに対して常に、えー、まあ批判的なコメントを浴びせたりとか、えー、まあ足を引っ張るようなことをし続けてでも最終的にうまくいくとそれに乗っかるような人がいますとか、まあ、そういった事例についてですね、えー、まあなぜそれぞれ、ぞ えーまあ、そういうポジティブネガティブなことが起きるのかということを説明してます。で全体として、まあ、ストーリーがこうバシッと通っているというよりはですねあの、まあ、個別のテーマ個別の事例について、まあ、人間の心理というのを、まあ、鋭く見抜いた説明というのが、まあ、非常に面白いのかなということをまあ感じました。で、えーとまあ、ちょっとストーリーがないんでですね、えー、とガーッと読み進めるという感じではないんですけどもあのいくつかのテーマについてはあの やっぱり自分もそういう事例があるなと自分がそういう風になっていたなとかですね、えー、周りの人でそういう人いるなというテーマに、まあ、必ず当たるような、まあ、鋭い動、えーまあ、洞察説明っていうのがあ,のあると思いますなので、えーとまあ、ぼーっと読んでてもですねどこかでまあそういった気づきとか、えーまあ、関心のようなものが生まれる本なんじゃないかなというふうに感じましたはい今日は以上です、えー、よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします